いこれ。すごく二日酔いなんですけど、5年間誘ってくださって感動しました。こういう姿を皆さんにも見せたいなと思ってるんですけど。何これ、触れてください。え、間違えた。二日酔いの時ちょっと食べたい。はい、皆さん、今日は日本のくら寿司に来ました。くら寿司、くら寿司に来たら絶対これですよね。ゲーム、いくらぽ、ネギもお願いします。嬉しい嬉しい。韓国に来ました。韓国で食べれなかった寿司を日本では普通にこんな風に食べてるんですよね。今日はお寿司とかデザートとかいろいろ食べれます。その理由は後で教えます。日本の回転寿司最高、くら寿司最高。この日はちょっと二日酔いだったので味噌ラーメンの、うわ、寿司屋さんのラーメンだからって無視しちゃダメ。この味噌ラーメン本当に気に入れました。美味しい。僕が大好きなうなぎ、マタレ。まあもちろん韓国にもうなぎとかあるんですけど、日本と食べ方が違います。韓国は焼いて食べるんですけど、僕は日本の方が好き。まあ、韓国に行った時は二日酔いの時は絶対に辛いものだったんですけど、日本に来て美味しい日本のラーメンと寿司、あと寿司が苦手だった僕が日本に来て、あとくら寿司で一番好きな寿司はこれです。これ本当に皆さんにおすすめしたいメニューです。これ大好き。多分これサモンなんですよね。これは肉だったんですけど、こういう肉寿司も最高でした。また食べたい。こうやって魚以外にいろいろ楽しめることが本当に最高だと思います。あとこの日はうなぎ2皿食べました。あー、絶対やってみたいこと。どうやって取るのかわからない。あと、もともと魚食べれない僕が一番好きだった大根、これは昔から大好きだったわ。うわぁ、何これ。あとこれも注文してみたんですけど、普通の卵寿司じゃなくて僕が大好きな肉も一緒についてるその寿司だったんです。あともともと僕が好きなハンバーグ、ハンバーグ寿司思い出すわ。いつもこのコーンとハンバーグだけ食べたんですけど、皆さんこれ2回目注文しちゃったんですよ。こういう玉ねぎと一緒に食べるサーモンは本当に最高。もし僕みたいに魚が苦手な方はこれ絶対に食べてみてください。あとこの日は贅沢しました。カニ寿司、初めてのカニだったんですけど、おー、僕エビのアレルギーとかはあるんですけど、カニは全然そういうのがなかったです。一回やってみようか。これむずむず、あ、人生初めて成功しました、取りました。あと飲み物も注文しましたよ。でもストローはどこにあるのかな。これもともとストローないか。太いマグロも、マグロが私初めてかも。マグロもなんかすごく食感があって、おお、これも美味しかった。ここが日本だわ。稲荷寿司って学校の運動会の時、のり巻き、韓国のあのキンパと稲荷寿司、これ一緒に食べたわ。じゃあ今日僕がこうやって食べたい寿司とかを全部食べれることができた理由、これ、この前くら寿司の動画をアップしたことあったんですけど、くら寿司の会社の関係者の方がこういうの送ってくださって感動しちゃいました。本当にありがとうございます。最近あの回転寿司でなんとかいろんな事件とかあったんじゃないですか。僕も最初にびっくりしたんですけど、なんか回転寿司とかそういうところでいたずらする人本当に最悪だと思います。本当にやめてほしい。日本来て魚、あと寿司大好きになった僕として、こういう回転寿司とかで寿司とかが流れてるって言いますか、そういう姿をこれからも見たいので、本当にくら寿司さん、あと他の回転寿司屋さんちゃん、
みんな頑張ってください。まあもちろん韓国にも最近回転寿司とかもできたんですけど、これは本当に日本だけの文化じゃないですか。日本でしか感じられないそういう回転寿司の雰囲気、まあ、メニューも違うし、本当に雰囲気も違うし、あと日本語も聞こえるし、僕がもうおじいちゃんになる時も、まあ、いつか僕の、まあ、息子さんか娘さんか孫ちゃんたちと来れるように、こういう日本だけの雰囲気の回転寿司をこれからも僕は応援します。まあ、本当に寿司だけじゃなく、こういうもうたこ焼き、あとデジャート、ジュース、ラーメン、いろんなものを食べることができることが本当に幸せですよね。まあ、いつか僕のお母さん、あと家族とかが、まあ、多分今年の間来るかもしれないので、来たら、日本に来たら、まあ、一日は寿司、中和したい。朝は回転寿司、昼は個人の寿司屋さん、夜はまた寿司屋さん。本当に僕の家族とかが寿司大好きなので、まあ、こういう回転寿司、多分お父さんは行ったことないし、お母さんは多分来たかもしれないんですけど、こういう文化を教えてあげたいです。あと皆さんのおかげで、皆さんが僕の動画を見てくださるので、こういういい機会も私、あと動画を見てくださったプラ寿司屋さんの関係者さん、本当にありがとうございます。また感動しています。ありがとうございます。で、ちょっとこれからも日本のいろんな文化を学ぶように頑張ります。今日もご視聴ありがとうございました。さあ、ごちそうさまでした。もし今見ていらっしゃるのかわからないんですけど、本当にたくさん食べました。本当にありがとうございました。だってこれはもう皆さんが、皆さんのおかげでできることだと思ってたので、ごめんなさい、昨日歌を歌うすぎて。じゃあ今日も皆さんありがとうございました。くら寿司さんありがとうございます。